昔々遠い東のある国にアリババという名の大工がいました。彼は妻と二人貧しい暮らしをしていました。ロバに乗って森へ行き、集めた木を売って生活していました。今日もまたアリババは森へ出かけます。突然馬のひづめの音が聞こえてきたかと思うと、大勢の男たちが森の方へやってくるのが見えます。何やら怪しげな雰囲気です。盗賊に違いない、隠れなければ。ロバは茂みに隠し、アリババは木の上に隠れることにしました。男たちが木のそばまでやってきます。アリババが数えてみると、ちょうど40人の男たちが集まっていました。馬から重い荷物を下ろしているのを見て、アリババはその男たちが盗賊だと確信します。そのうちの一人、盗賊のリーダーが大きな岩の前まで行くと叫びます。開けグマ。すると突然、思いもよらぬ出来事が起こります。その大きな岩がまるで扉のように開いたのです。そしてその入り口は洞窟へとつながっていました。盗賊たちは重い袋を担ぎ、中へと入っていきます。最後の盗賊が中に入ると、扉は一人でに閉まりました。アリババは言葉を失います。しばらくすると岩の扉が再び開き、盗賊たちが戻ってきました。最後にリーダーが出てくると、扉に向かって叫びます。閉まれグマ。大きな岩はあっという間に閉まると、盗賊たちは馬に飛び乗り去っていきました。アリババは木から降りると、大きな岩のところへ行きます。そしてその言葉を叫びます。開けグマ。するとどうでしょう、大きな音を立てて扉が開きました。アリババは恐る恐る中へ入ります。そして目の前の光景に驚き、立ち尽くします。そこにはまばゆいばかりの金銀財宝の数々、ダイヤモンドに宝箱。あたりを見渡すと、彼はその中から3つの袋を取り、洞窟を出ます。そして岩の扉に向かって、あの言葉を叫びます。閉まれグマ。三つの重たい袋をロバに乗せ、すぐさまその場を離れます。家に帰ると、袋いっぱいの金貨に彼の妻は驚きます。彼女はアリババが盗んできたのだと考えました。どこで見つけてきたの？アリババは洞窟で起きたことのすべてを話し、二人で中身を確認することにしました。ああ、どれだけ入ってるのかしら。いや、穴を掘って全部埋めてしまおう。なぜよ、カシモに計量カップを貸してくれるように頼むわ。アリババの弟カシムは裕福な商人でしたが、とても強欲です。彼は妻に警告します。金貨のことを話してはいけないよ、誰も知ってはいけないんだ。カシムの家に着くと、計量カップを貸してくれるよう頼みます。二人がとても貧しいことを知っていたので尋ねます。ろくに金もないのに計量カップを何に使うんだ。妻はすぐさま嘘をつきました。カシムはまだ彼女を疑っていたので、コップの下に蜂蜜をつけ、それを彼女に渡します。家へ戻ると、その計量カップを使って金貨を測ります。それが終わると、アリババは金貨を穴に埋めてしまいました。
妻はカシムのところへ計量カップを返しに出かけますが、カップの下に金貨が張り付いているなんて思いもしません。カシムはそれを受け取り、裏側を確認します。するとそこに金貨を見つけて驚きます。一体どこで金貨を見つけたんだ？気になって夜も眠れません。朝一番にアリババの家へと向かうと、コップの下についていた金貨を見せて尋ねます。アリババ、貧しいはずのお前が一体この金貨をどこで手に入れた？話せば秘密を守ってくれるだろうと考え、アリババは洞窟での出来事を話します。もしその洞窟の場所を教えなければ、盗賊たちに言いつけるぞ。だけど、アリババはカシムが本気だとわかると仕方がありません。二人はその洞窟へと向かいます。洞窟はこの岩の向こうだが、盗賊が来るかもしれない。とにかくここから離れよう。二人は家へと帰ります。しかし洞窟のことが忘れられないカシムは、すぐさま二頭の馬を引き連れて洞窟へ向かいました。そしてアリババから聞いていたあの言葉を叫びます。開けごま。大きな音を立てて岩の扉が開くと、そこに洞窟が現れます。中へ踏み入ると、そこには驚きの光景が広がっていました。キラキラと輝く金貨の山に言葉を失います。持ってきた袋を手にすると、すぐさま金貨を詰め始めました。部屋にある金貨を袋いっぱいに詰め込むと、出口へと向かいます。しかし扉は閉まっていたのです。そして不運にも扉を開ける言葉を忘れてしまっていました。開け扉、開け岩。何を言っても扉は開きません。どうしていいかわからず洞窟を歩き回りますが、他に出口はありませんでした。そうしている間に、外にはなんと盗賊たちが戻ってきていました。怪しい馬を見つけ、一斉に剣を抜きます。開け馬。盗賊たちはすぐさまカシムを捕らえ、罰を与えました。金貨を盗んだのはこいつだったのか。夜になっても帰ってこないカシムを心配した妻は、アリババの家へと行き、助けを求めます。アリババもまたカシムを心配し、洞窟へ行ってみます。するとそこには馬がつながれたままになっていました。それを見たアリババは、カシムが盗賊に見つかって殺されてしまったことに気づきます。そのことを彼の妻に話し、このことは秘密にしようと決めました。しばらくして、アリババとその妻はカシムの家で一緒に暮らすようになります。その後始めた新しい仕事が成功し、彼らの暮らしも豊かになっていきました。そんな中、盗賊のリーダーは、洞窟の金貨が日に日に減っていることに気がつきます。そして何か怪しいことがないか見張りをつけることにしたのです。町へ行け。そして最近裕福になった羽振りのいいやつを見つけてくるんだ。盗賊が町を歩いていると、金貨を手にして買い物をするアリババを見つけます。そして彼の後をつけることにしました。アリババが家へ帰ると、盗賊は家のドアに印をつけました。夜になってカシムの妻が水を汲みに外に出た時、ドアについた大きな印に気づきます。印を不吉に思った彼女は、隣近所のドアにも同じように印をつけて回りました。朝になると40人の盗賊たちがアリババの家を探しにやってきました。しかし
どの家にも同じ印がついていて分かりません。その日は帰りましたが、盗賊のリーダーは諦めませんでした。再び町で見つけたアリババの後をつけ、ついに家を見つけます。そしてドアをノックすると、アリババが出てきました。オリーブオイルを持って遠い道のりをやってきました。あなたは最も裕福な商人だと聞きましたが、オリーブオイルはいりませんか？彼もまた商人だろうと考えたアリババは、その夜盗賊のリーダーを家に招待しました。盗賊は40のオリーブオイルの壺を持ってやってきました。アリババは豪華な食事を用意すると、家で休んでいくように言います。もちろん盗賊は喜んで招待を受け入れます。二人が食事を楽しんでいる間に、カシムの妻はオリーブオイルの壺を見に行きます。すると何やら話し声が聞こえてきたのです。もう出ていいかい？いやいや、まだだよ。壺の中に盗賊が隠れていると気づいた彼女は、すべて仕組まれていたのだと知り、すぐさま台所へ戻ると油を温めます。その煮えたぎる油を持って戻ってくると、壺の中へ次々と注いで回ります。そうして盗賊たちは動けなくなってしまったのです。真夜中になり、皆が寝静まった頃、盗賊のリーダーが壺のところへやってきます。出てきていいぞ。返事がないので、もう一度尋ねます。寝ちまったのか？それでも返事がないので、壺の一つを覗き驚愕します。このままでは捕まってしまうと考えた盗賊は、すぐさま家を逃げ出します。そして戻ってくることはありませんでした。朝になり、カシムの妻はアリババに昨日の出来事を話します。もう盗賊を恐れる心配はありません。彼らはその後も幸せで裕福に暮らしました。畑を耕して暮らしているゴビは、今日も気分が優れません。夏にもかかわらず、畑の作物が収穫できないからです。はあ、暖かくなったのに今日も全く育ってないじゃないか。一体どうすればいいんだ？市場に野菜が出せないと困ったことになるぞ。作物の芽が全く出ない畑を耕すことを諦めそうになっていたその時、ショベルが硬い何かに当たります。ん？なんだ？さらに掘り続けて見つけたのは大きな壺です。なんで壺が埋まってるんだ？中は空っぽだ。はあ、苦労してやっと見つけたのが空っぽの壺だったので、ゴピは肩を落とします。持っていたクワを壺に投げ入れ、木陰で一休みすることにしました。しばらくして家に戻ろうと立ち上がり、クワを取ろうと壺に目をやると、100本のクワが入っていました。え？なんでだ？1本しかなかったはずだぞ。ゴピは壺からクワをすべて取り出します。そして今度はショベルを入れてみました。するとどうでしょう、壺の中に100本のショベルが現れたのです。ん？この壺は魔法の壺なのか？そんなバカな。ゴピはすっかり興奮し、壺を抱えて家に飛んで帰ります。家に帰るとすぐに卵を壺に入れて見守ります。
壺は一瞬にして卵でいっぱいになりました。夢でも見てるみたいだ。そして今度はリンゴ、そしてパンを壺に入れます。壺は100個のリンゴと100個のパンを生み出しました。もうあの畑を耕すのは終わりだ。壺を使って増やしたものを王国の市場で売ればいいんだ。壺を使って増やしたものを市場に持っていき、毎日新しいものを売ることにしました。ある時は布を、またある時は野菜を、そしてまたある時は豆を。壺に入れれば数が増やせるのです。しかしゴピを妬む商人がお城の衛兵に苦情を申し立てます。次の日、衛兵はゴピの後をつけます。その日の朝、市場で売るためのひよこを壺の中に入れていました。そして壺から飛び出してきた100匹のひよこに衛兵は驚きを隠せません。100匹のひよこは家の中を駆け回り、1匹が壺の中に落ちてしまいます。ひよこはさらに増えます。ゴピの頭の上にも、椅子の下にも、お皿の上にもひよこだらけです。衛兵は急いで見てきたことを報告します。王様はすぐに魔法の壺を持ってくるようにと命令しました。ゴピがやってくると、魔法の壺を国の宝にしようと考えた王様が壺を取り上げます。ゴピはもちろん嬉しくありません。わしに富をもたらす魔法の壺とやらをよく見てみようじゃないか。王様はかがみ込み、壺の中を覗き込みます。王様、お気をつけください。しかしその時、王様は足を滑らせ、そのまま壺の中に入ってしまいました。ああ、王様が壺の中に落ちてしまったぞ。ああ。そして数分後、中から出てきたのは100人の王様です。衛兵もどの王様に従えばいいのか分かりません。誰が玉座に座るのか、誰が本物か。わしが本物だ。いや違う、わしだ。わしが王様だ。うるさいぞ、わしが国王だ。その時ゴピは魔法の壺がどれだけ危険なものかを悟ると、隙を見て壺を持ち出すことに成功しました。ゴピは魔法の壺を崖から投げ落とします。壺は粉々になり消えてしまいました。その後ゴピは再び畑仕事に精を出します。豊かさは壺からではなく、一生懸命働くことでもたらされるのです。そして末永く幸せに暮らしました。昔昔、ある海のほとりの小さな小屋に釣り人とその妻が暮らしていました。釣り人は毎日釣り竿を手に海岸へ釣りに出かけます。彼はそんな暮らしに満足していましたが、妻は彼ほどは満足していませんでした。はあ、なんてむさ苦しい家なのかしら。部屋はそこら中カビ臭いし、掃除ばかりで嫌になっちゃうわ。釣り人は妻を心から愛していましたが、どれだけ尽くしても妻は満足しませんでした。魚を釣って帰るとカニが欲しいと言い、リンゴを持って帰ると梨がいいと言います。ある日、いつものように海岸にやってきました。釣り針を海へと投げ入れ、魚がかかるのを待ちます。数時間待ち続け、やっと当たりがありました。あ、魚がかかったぞ。おお、引きが強いぞ。これは大物に違いない。釣り糸を巻いて巻いて巻いて、そしてついに生きのいい魚を釣り上げました。驚いたことに魚はキラキラと輝いていました。深い海からついに僕を釣り上げたね。え、魚が喋ったぞ。夢でも見てるのか。
夢なんかじゃないよ。聞いてよ、僕は王子なんだ。邪悪な魔法をかけられてるんだ。そんな冗談だろう。お願いだから僕を殺さないで。もし願い事があるなら僕が叶えてあげるよ。もちろんその必要はないよ。話をする魚なんて初めて見たよ。釣り針を取ってあげるから海に帰っていいよ。興奮も冷めやらぬまま家へと戻ります。あら、帰りが早いわね。今日は釣れなかったの？果物くらい取ってきてよ。いや、それが魚は釣れたんだ。でも…でも？魚が喋ったんだ。自分は王子だって言うんだ。え？そしてどうしたの？そしたら願い事をしろって言うんだ。でも気が動転してたから海に返してしまったんだよ。魔法の魚を見つけたのに何ももらわずに逃がしたってこと？信じられないわ。命を助けたのにもらえるものももらわないなんて。家が欲しいわ。魚を見つけ出して私を幸せにしてよ。釣り人は妻の願いを断れず海岸に戻ります。王子、王子、魚の王子、大きな願いに応じておくれ。大きな海から出てきておくれ、魚の王子。すると魚が現れます。望みは何だい？教えて。実はわしの妻なんだ。幸せじゃないから新しい家が欲しいと言うんだ。家に帰ったら新しくなっているよ。慌てて家に帰ると妻は新しい家の前で手を振っていました。家の中も新しい家具が並び、どこもかしこもピカピカです。ああ、あなた、小さな家ではなくこんな家に住みたかったのよ。新しくてピカピカだわ。ああ、そうだな。これでこの家で幸せに暮らせるだろう。そんなこと私たちにはわからないわ。その夜、妻は眠れませんでした。朝になるとすぐ妻は新しい願い事があると言い出します。あなた、この家は小さすぎると思うの。もっと大きい家が欲しいわ。宮殿なんかもいいわね。え？王妃になりたいの、わかるでしょ？今すぐ魚にお願いしてくるのよ。こうしてしぶしぶ海岸へと向かいます。王子、王子、魚の王子、大きな願いに応じておくれ。大きな海から出てきておくれ、魚の王子。妻は幸せじゃないと言うんだ。なぜだい？宮殿が欲しいと言うんだ。家に帰ったら宮殿で暮らしているよ。そうして家に帰ると、そこには大きな宮殿が建っていました。そして妻は立派な玉座に腰掛けていました。なんてことだ、王妃になってるじゃないか。そうよ。これで満足かい？いいえ、私は女王になりたいの。王妃じゃ物足りないわ。え？魚が君を女王にできるわけないだろう。それは魚が決めることでしょ。いいから早く私を女王にするようにお願いするのよ。そうしてまたしぶしぶ海岸へと向かいます。王子、王子、魚の王子、大きな願いに応じておくれ。大きな海から出てきておくれ、魚の王子。まだ満足してくれないんだ。じゃあ今度は何を望んでるんだい？それが女王になりたいと言うんだ。家に帰ったら彼女は女王になってるよ。そうして走って家に帰ります。信じられません、宮殿はさらに大きくなっていたのです。入り口には門番も立っていました。
一方釣り人の妻はさらに豪華な女王の玉座に座っていました。おお、なんてことだ、本当に女王になってるじゃないか。そうよこれで満足かい？わからないわ。また後で話しましょう。今日は疲れたからもう寝ましょう。二人はベッドに入ります。妻がこれ以上何も欲しがらないようにと祈りながら眠りにつきます。一方妻は眠ることができません。一晩中魚へのお願い事を考えていました。一週間が過ぎ、妻は夫を呼び出すとさらなる願い事を伝えます。ねえあなた、時間は過ぎていくばかり。私時間をコントロールしたいの。あの雲の上で暮らし、太陽と月を支配するの。何を言ってるんだ、なぜそんなものが欲しいんだ。これだけの富にも満足できないのか。私を幸せにしたいなら今すぐ魚に私の願いを叶えさせるのよ。これ以上は無理だ、いい加減にしてくれよ。でも私を幸せにしたいでしょ。無謀な願いだと分かっていましたが、妻を満足させるため海岸へと向かいます。王子王子、魚の王子、大きな願いに応じておくれ、大きな海から出てきておくれ、魚の王子。まだ満足してくれないんだ。それは残念だね。何を望んでるんだい。時間をコントロールしたいと言うんだ。雲の上で月と太陽を支配したいと言って聞かないんだ。わかったよ、君が帰ったら彼女は望んだものを手に入れてるよ。そうして走って家に帰ってみると、妻だけでなく宮殿も消えていました。空を見上げると雲は遥か彼方にあります。おい、どこに行ったんだ、頼むから返事をしてくれ。そして大慌てで海岸へ向かうと魚の王子を呼びます。王子王子、魚の王子、大きな願いに応じておくれ、大きな海から出てきておくれ、魚の王子。わしの妻はどうなったんだ。願いを叶えただけだよ。雲の上で時間を支配するのをやめちゃったから、君にも見えないし彼女から君も見えないよ。ああ魚の王子、わしは自分の願いを一度も口にしたことがなかった。いつも妻の望みばかりだったんだ。お願いだ、妻を家に返してくれ。君の言う通りだ。君の望みは何？妻がいつもそばにいて幸せであること、これが望みだ。わかったよ、家に帰ったら幸せな彼女が待っているよ。そして大喜びで家へと戻ります。その光景を見て驚きます。妻はあの小さな小屋の前に立っていました。すべてが元通りです。ああ、あなた、私はどれだけ恵まれていたか気づいたわ。このかわいい小さな家でもあなたが一緒なら幸せよ。ああ、よかった、もうどこにも行かないでくれよ。それからというもの、妻は小さなことにも幸せを見出せるようになりました。そして二人は毎日おいしい食事に恵まれ、末永く幸せに暮らしました。癒しい隣人。昔昔、ある小さい村に年老いた夫婦が暮らしていました。二人に子供はいません。しかし忠実で利口な犬マックスがいました。マックス、お座り、お手、いい子だ、おやつをあげよう。マックスも二人が大好きでした。ある日、
おじいさんが庭の手入れをしていると、マックスが地面を掘り始めました。おじいさんは不思議に思い、その場を掘ってみることにしました。おばあさんもマックスの声に気づいて家から出てきました。しばらく掘ると、ショベルが何か硬いものに当たりました。何か見つけたんじゃない？それは古びた宝箱でした。箱を開けてみると、キラキラと輝く金貨が箱いっぱいに詰まっていました。夢を見ているみたいじゃ。大金持ちよ、信じられないわ。この賢い犬のおかげじゃ。こっちにおいで、マックス。お前はいい子だ。しかしその時、隣に住む若者がその様子を覗き見していたことに二人は気づいていませんでした。お宝を見つける犬か。俺にも金貨を見つけてもらおうじゃないか。その夜、この癒やしい隣人はおじいさんの家に忍び込みます。よいしょ、寝てるみたいだな。二人ともぐっすり眠っていました。若者は餌を使ってマックスをおびき寄せます。よし、よしよし、捕まえたぞ。そしてマックスを鎖でつなぎ、家から連れ出します。そして次の日、マックスがいないことに気づきます。マックス、出ておいで。一体どこにいるの？マックスを探して庭に出ると、そこに隣に住む癒しい若者が出てきました。おはようございます。犬がいないんですか？家中探し回ったんじゃが、どこにもおらんのじゃ。マックスを見てませんか？はい、猫を追いかけて町の方へ走っていきましたよ。老夫婦はマックスを探すために町へと向かいます。しかしマックスは閉じ込められていました。老夫婦がいなくなるのを見計らって庭に連れ出します。さあ、俺の庭で一仕事してもらおうか。逃げられないようにしっかりと鎖でつないでいました。さあワンコ、宝を見つけてこい。じいさんのところに帰れないぞ。マックスはしぶしぶ探し始めました。しばらくするとマックスが吠え出します。やったぞ、ここだな。犬が何かを見つけたことに気づくと、すぐにその場を掘り始めました。するとそこに大きな宝箱が埋まっていたのです。じいさんのよりでかい宝箱だ。でかしたぞ、ワンコ。若者は鎖を取ると犬をおじいさんの庭に返しました。やがて老夫婦が町から戻ってくると、マックスが家から飛び出してきました。マックス、ああなんだ、戻ってたのか。心配したんだぞ。その日の夜、癒やしい隣人は老夫婦の家にやってきました。犬が見つかってよかったですね。一日中探してお疲れでしょう。僕が散歩に連れて行くんで、ゆっくり休んでください。お気遣いありがとう。マックスはとても利口で人懐っこいから、散歩に連れて行ってやってくださいな。若者がマックスを呼ぶと、突然マックスが話し始めたのです。こいつは悪いやつだ。こんなやつとどこにも行かないぞ。人間の言葉を話し始めた犬に驚きを隠せません。なんだ、どうしてだ、なんで犬が喋ってんだ。しかし老夫婦には聞こえなかったようです。老夫婦は若者が冗談を言っているのだと考えました。マックスは何かを伝えようとしますよ。でも吠えるだけ。
どんな犬も吠えるでしょ。なぜそんなに驚いてるんだい。この犬吠えたんじゃなくて人間の言葉を喋ったんだ。本当だよ。休養が必要なのはお前さんの方じゃな。ゆっくり休んで出直したらどうだい。若者は訳がわからないまま家に戻りました。次の日目を覚ますとすぐに老夫婦の家に向かいます。昨日はすみませんでした。元気になりました。マックスはどこですか。それはよかったですな。マックス、おいで。マックスが駆け寄ってきましたが、若者を見てまた話し始めました。あの卑しいお隣さんか。何の用なんだ。若者は目を見開くと冷や汗をかき始めました。なんだ、また喋ったぞ。まただ、人間みたいに喋ったぞ。しかし老夫婦が聞いたのは犬の鳴き声だけです。ああ、お医者さんに見てもらった方がいいんじゃないかい。お前たちの仕業だな。魔術師め、魔法使い。魔法の犬のせいでおかしくなっちまった。わかったぞ。マックスはただの犬ですよ。私たちは魔法使いなんかじゃありませんよ。その犬が宝箱を見つけたのを知ってるぞ。ああ、あれはただの運ですよ。運じゃないってことを証明してやるよ。それも村の人たちの前でな。村中にお前たちが魔法使いだと知らしめてここから追い出してやる。そう言い捨てると若者は出て行きました。老夫婦には理解できません。しばらくすると若者は村人を連れ立って老夫婦の家に戻ってきました。この二人が魔法使いだ。この犬も魔法を使うんだ。この若者はきっと疲れているんじゃ、一体何のことやら理解できません。いいかい、このご夫婦はこの村に長く住んでいて心優しい方たちだ。魔法使いだという証拠を見せてくれ。冗談に付き合っている暇はないんだ。若者はマックスに何か喋らせようと考えました。何か言えよワンコ、何か言ってみろ。お安い御用だ。お前は卑しい野郎だ。ほら見ろ、これが証拠さ。犬が喋っただろう。長老も村人も驚いた様子で顔を見合わせています。君は何を言っているんだい。何って、この犬さ、人間みたいに喋っただろう。聞こえなかったのか。聞こえなかったよ、普通の犬だよ。ただ吠えただけだ。そんなバカな、みんなはどうだい、聞こえただろう。村人も犬はただ吠えただけだと答えました。この犬は魔法で宝箱を見つけたんだぜ。嘘じゃないんだ。犬は鼻が利くから埋まってるものを見つけるのは得意なんだよ。そう、マックスが宝箱を見つけたのは偶然だったんじゃ。庭の手入れをしてただけじゃよ。違うよ、偶然なわけないだろう。すると若者は一部始終を話し始めました。犬を盗み出し、どうやって庭を掘り返し、どうやって宝箱を見つけたのか。なんてこと、あんたがマックスを連れ去ったのかい。そして若者はマックスが見つけた自分の宝箱を開けます。そこに入っていたのはただの砂でした。ああ、なんでなんだ、ありえないよ。君はご夫婦を魔女だと吹聴調し盗みまでしたんだ。これは許されない。すぐにこの村から出て行っておくれ。若者はうなだれて村を出て行きました。あなた方がいい人だと分かっていましたよ。この村に平和が戻りましたな。マックスも喜んでるでしょう。ありがとうございます。村人たちもマックスを囲んで謎が解き明かされたことを喜びました。お前はいい子だね。よかったな。
よしよし。なんて可愛いんでしょう。こうして老夫婦は賢い愛犬マックスとの幸せな日々を取り戻しました。ありがとう、おじいさん。お前、今何か言ったかい？いいえ、あなたが何か言ったんでしょう。おしまい。遠い遠い東の国に心優しいアラジンという若者がいました。貧しいながらも大好きな母親を支え、二人でつつましく暮らしています。一方、その国の立派な宮殿ではスルタンとその美しい娘が暮らしていました。彼女の名前はジャスミンです。ジャスミンは裕福でしたが、いつも一人ぼっちでした。唯一の友達は小鳥、リンという名の小さくて色鮮やかなハチドリです。ジャスミンは時々顔をベールで覆ってこっそり市場へ出かけます。たくさんの人でにぎわう市場では寂しさを忘れることができました。ある日、アラジンはシャベルを担ぎ仕事に向かいます。井戸のそばまで来ると男性が声をかけてきました。おお、君、手伝ってくれ。はい、もちろん手伝いますよ。この金貨が見えるか。言う通りにするなら、君にもっとたくさんの金貨をあげよう。アラジンは手伝うことにします。井戸にあるものを落としたんだ。このロープを下に投げ入れるから、下に降りて井戸の底からそれを取ってきてほしいんだ。アラジンは中を覗き込みますが、深くて暗い井戸の底は見えません。男が約束した金貨を手に入れるため、アラジンは勇気を振り絞り、恐る恐る下へ降ります。真っ暗な底にたどり着くと、ポケットからマッチを取り出し火をつけます。すると井戸の底はまばゆいばかりの宝石の輝きに包まれます。おーい、古いランプがあるはずだ、それを持ってきてくれ。アラジンは古いランプを見つけ出しますが、男が宝石や金ではなく古びたランプを欲しがることを不思議に思いました。ランプを片手に井戸の上へと向かいます。片手では大変だろうから、ランプを持ってやろう。アラジンがランプを手渡した途端、男はロープを離してしまいました。危ない。アラジンはとっさにランプをつかみます。おい、こら、ランプから手を離せ。そんな、嫌だ、手を離したら落ちてしまう。二人がランプをつかんで揉み合っていると、アラジンはランプと一緒に井戸の底へと落ちてしまいました。そんな、わしのランプが、ランプが。アラジンは意識を取り戻し、井戸から出ようとしますが、うまくいきません。来る日も来る日も助けを待ちます。砂漠を通りかかる人はいません。どうすることもできません。マッチに火をつけ、あたりを見回します。すると地面に指輪を見つけます。その指輪をはめると、突然光に包まれます。指輪の持ち主が主人です。あなたの願いは3つ、どんな望みも3つ叶えます。この井戸から出たいんだ。魔人はアラジンの願いを叶えます。アラジンはランプを持って家に帰ります。その途中、市場を歩いていたジャスミンにぶつかります。ジャスミンの美しさに心を奪われたアラジンは何も言うことができず走り去ります。ああ、すみません、急いでるんだ、ごめんね。彼女が誰だかわからないままアラジンは立ち去りました。
その後ろ姿を眺めるジャスミンはアラジンに一目惚れをしてしまいました。息を切らして家にたどり着くと、母親に一部始終を話して聞かせます。使い物にならないランプは磨いて売ってしまおうと考えました。ランプを磨くと突然煙が吹き出し、中から現れたのは魔人です。長い間閉じ込められてたんだ。助けてくれたお礼にあなたの願いを叶えます。アラジンと母親は驚き、顔を見合わせます。ミルクと蜂蜜が乗った豪華な食卓が欲しい。すると突然たくさんの食べ物が並んだ食卓が現れました。数ヶ月もしないうちにアラジンと母親は大金持ちになっていました。その間もアラジンはあの美しい女の子のことを考えていました。その頃宮殿では娘がこっそり市場に出かけていたことをスルタンが知り、ジャスミンは部屋に閉じ込められてしまいました。ジャスミンもまたアラジンのことを考えていました。しばらくして大金持ちのアラジンの噂が広まります。スルタンはアラジンを宮殿に呼び、その理由を探ろうと考えました。国王陛下、私をお呼びでしょうか。君は相当裕福らしいな。立派な宮殿と財宝を抱えた兵士をこのわしに見せてくれぬか。大富豪だと証明してくれ。アラジンは国王の間を出ます。すると廊下でジャスミンと出会います。そしてそのプリンセスが市場で出会った女性であると気がつきます。アラジンはすぐに魔人の元へと向かいます。リン、見た？彼だわ。市場で出会った人よ。ジャスミンは父親の元へと駆け寄ります。国王陛下、お父様、あの男性に恋してしまったの。彼と結婚して幸せに暮らしたいの。待っておくれ。わしの望みが叶うか見てみよう。アラジンは魔人にスルタンの願いを伝えます。魔人が指を鳴らすと、巨大な宮殿と宝箱を抱えた兵士が現れました。ありがとう。彼女と結婚できるかもしれないぞ。次の日、アラジンは兵士を従え宮殿にやってきました。スルタンは贈り物を持ったたくさんの兵士を見て、アラジンが噂通りの大富豪だと確信します。そして娘との結婚を許可しました。次の週、アラジンとジャスミンは盛大な結婚式を挙げました。ある日、アラジンが留守の間に商人が宮殿にやってきました。ゴミ回収です。いらないものはありませんか？ゴミ回収です。その声を聞いたジャスミンは部屋にあった古いランプを窓から投げ下ろしました。実はこの商人はあの悪党だったのです。ランプを手にするとそれを撫で、王女と宮殿を遠くへ運ぶよう頼みました。魔人は男の望みを叶えます。アラジンが帰ってくると宮殿も王女もいなくなっていることに気づきます。ジャスミン、僕の宮殿、なぜ消えたんだ？どこだ？アラジンは井戸で拾った指輪を思い出し、指にはめます。一瞬にして光に包まれたかと思うと、目の前に魔人が現れました。願い事は何ですか？あなたの願いは残り2つです。ジャスミンのところへ行きたいと伝えます。魔人が手を叩くと、アラジンは空飛ぶ絨毯に乗っていました。ジャスミンのところへ連れてってくれますよ。空飛ぶ絨毯に乗って砂漠の真ん中の宮殿にやってきました。絨毯から飛び降り部屋に忍び込みます。するとそこに
ジャスミンとあの悪党がいました。男はランプを持っています。アラジンは再び指輪をはめ、最後の願い事をします。君にあの悪党を鳥に変えてほしいんだ、頼む。魔人が願いを叶えると、男は鳥の姿に変わりました。アラジンはジャスミンの元に駆け寄り抱きしめました。アラジンは古いランプを撫でます。そして魔人に宮殿を元の場所に戻すよう頼みます。かしこまりました。こうして宮殿は元の場所に戻ってきました。アラジンとジャスミンが永遠の幸せを願い、踊りを楽しんでいたその時、ランプが床に落ちました。二人が気づかない間に割れたランプから魔人は逃げ出してしまいました。